もう血液検査終わった？はい。うん、じゃああの子 5g で流動食してプレーリー。はい、5g。うん。内服もね。あそこに四角い箱があるじゃないですか。はい。あれ酸素発生器なんですよ。はいはい、空気を取り入れて濃縮酸素を出す機械なんですけどね、はいはい、そういうのをレンタルしてくれる会社があって、まあ、例えばここだからこういう機械と、はい、それから酸素テントになる部屋、はい、多分あの子だったらお湯はこれぐらいのサイズのこういうのをこのセットで借りると、はいはい、そうすると設置料と最初の5日間はちょっと高いですよ、2万2000円かかります、はいはい、でそこからあとは15日で1万円、はいはい、1ヶ月2万円とかります、はいはい、そういう、まあ、これは一つここの会社の料金だから、はいはい、ネットでもしたらレンタル酸素で探すと、はい、ここじゃなくても他でもいいんだけど、その酸素発生器とこうケージを貸してくれるとか、はいはい、酸素テントにする部屋をね、そういうのがあった方がいい。ああ、なるほど。でちょっとまだ朝が腹式で 6回だから60回したけど、さっき測ったら腹式で40回ぐらい、うん、4回か6秒に4回にはなってます。で流動食はちょっとやってみたけど、8g だっけ、うん、8g もさ1回一気にはやれませんね、うんうんうん、あの呼吸苦しくなっちゃうから、そうですね、何回かに分けて、うん、だからただしね、人間も行ってるじゃないですか、結構。そうですね、だから本当はね、夜は家で見てもらって、はいはい、で朝から夜までこちらで治療する、はいはいはい、そういう形に持っていけると一番いいんです、はいはい、だからそのためにも早急にレンタル酸素が欲しいんですけどね、はいはいはい、と思いますが、はい、わかりました、うん、もしここで良ければ一回他のところを探してもらってもいいけど、もし借りるんだったらじゃあここで、ね、はい、借りてきてください。はい、ただここも何ていうの全部貸し出されてるという場合もあるんで、そうすると他を渡ってもらわなかったんですけど、まあ一応これはお渡ししておきますね、はい、じゃあちょっと顔に、はい、今日はだから申し訳ないけど今日は入院した方がいいですね、はい、というところですかね。でも肺への転移はないね。それ、あ、そうか、そうだそうだ。ごめんなさい、もう一回。心臓の話を。